はいどうもカーボジーです。今回は久しぶりのてっぺん動画でございます。まあ早速デッキの方紹介していきたいと思います。今回紹介するデッキはもうこちらの方にね載ってますね。はい、こちら診断たくさん使った天空派デッキでございます。まずは新レジェンドカードの方を紹介したいと思います。こちらですね、塔の番人ブーメル・フワンガー。カードの効果は臨戦プレイ時 MP6 以下の正面ユニットをキラーボールにする。攻撃時自分の墓地にあるカードが2枚以上の場合、自分の墓地にあるカードを2枚除外しプラス11といった効果でございます。ちょっとしたねレジェンドウェスカーみたいな感じですね。うん、強いですね。で次に紹介するレジェンドカードこちらですね、兄弟タッグ。カードの効果は自分の墓地にある全てのカードを除外する。除外したカードの枚数によって以下の効果が発動する。3枚以上デッキ内の紫マシンユニットカードを1枚 EX ポケットに加える。6枚以上自分の手札と EX ポケットにある全てのユニットカードにプラス11。9枚以上ランダムな敵ユニット一体を除外するといった効果でございます。墓地に9枚以上あったら、まあ、除去とバフもかけてくれるといった手札にバフですね、強いカードとなっております。今回のデッキは、まあ、キラーボールを出していって、そのキラーボールで目覚め、紫ユニットの目覚めのユニットを目覚めさせていくと、それで天空派つけてまあね攻めていく感じのデッキでございます。うん、ということで早速試合の方行ってみましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方はチュンリーの方ですね。よろしくお願いいたします。さあ今回はねちょっとね動画の方を撮り忘れておりましたということで、まあ、リプレイで見ていきたいと思います。まずはそうですね、この6コスのねなんか固定砲台みたいなキャラ、スライドキャノンさんですね。こちらスライドキャノンさんがもうね強いですね。はい、出した瞬間にキラーボール2体出していきます。でマシンユニットが出るたびに攻撃力が上がっていくといった効果ですね。これが強い。このねキラーボールもまあ無駄にはしない、目覚めの素材にしていきたいということで、今いるのがあれですね、グラビティビートフードルードかな、そちらのねカブトムシとナバルデンスですね。で今回はナバルデンスの方を目覚めさせていきましたと、まあ、これどちらかというとカブトムシのね、グラビティビートフードの方が良かったかもしれない。まあ、ただ今回はナバルデンスを目覚めさせていきましたね。これはまあどっちでもいいでしょう。でお相手さんは、はい、三角飛び、まあね上のネロをね守っていきたいという気持ちはわかります。ただ今回は下を目覚めさせて、はい、天空派グラビティビートブードが波及と年月持ちで強いですね。ということでシールドがあったので、まあ、プリンが守られましたね。シールドなかったらまあ倒せてたと。でナバルデンス封印されてしまいました。打ち消したのにね、ダメでしたね。でこのねビートフード、ビートフードこのカブトムシさんね、ブードか多分ビートブードちゃん、ゲジハジ、まあ相手ユニットかなが破壊されるとキラーボールを探索してくれます。なんと優秀な子でしょうね。探索したキラーボールもねすぐね出したりしてね上から殴れるし目覚めのね素材にもできますね。でお相手さんは今度ナーフされるフェリシアを出していきました。でここで配置交渉、ただジジイの方は今ね AP7 溜まってるんで、まあ、すぐね洗脳の方を打ちます。はい、でこれで奪ったとね天空派が決まれば勝ちですね。まあ、この時ね、まあ、ちゃんと指が動けばいいんですけどたまに動かない。今回は動きました。はい、天空派ということでお相手さんはサレンダー。対戦ありがとうございました。では次の試合行ってみましょう。はい、対戦相手の方は竜の方ですね。よろしくお願いいたします。さあ手札の方なんですけど、
うん、いいんじゃないでしょうか。目覚めが2枚で、キラーボールもね、出すユニット、もう1匹の固定砲台ですね、まあ歩く砲台ですね、ノートルパンジャー、こちらもいるんで、うまく目覚めさせていきたいですね。お相手さんも動かないならこちらから動きます。はい、でまあそっか、真ん中に来るとこのスプリット軸か、ちょっと辛いですね。うん、これはまあすぐにイソネミクニがやられそうですけど、アクションで取っていきますね、お相手様ならば。ちょっと奪いましょうかね。はい、でなんか返してくるんだったら、ミクニちゃん破壊したかったんですけど、お相手さんはアクションを打ってこずに、はい、バレッタ、ああなるほど、で今打ってくると、ああなるほど、これはあれですね、奪ったこうやられちゃいますね。ならキラーボール出していってと、そうだね、目覚めさせていきたいね。天空発明隊、一発上殴れるかな。うん、殴れますね。で、はい、ここで獣貫通天空波でございます。もう今回ね、目覚めのキャラ、紫の目覚めのキャラ優秀ですね。はい、天空発明ていくと。で今気づいたんですけど、お相手さん、バレッタ目覚めさせてましたね。もし目覚めの方のダメージ4点が全部ね、上の方に行ってたら相打ちでしたけど、まあそこは振り分けね、なんでまあ運次第ということで生き残ってしまいましたが、まあここで真空波動拳でやられていくと。で、はい、ここでグラビティ、ビート、ブード、天空波ですね。で相打ちと、で波及なんで、まあ下の子もついでにバイバイと。でまたここで、はい、キラーボールと、ね、歩く砲台を出していくと。でお相手さんキラーボールに4点ダメージ、これランダムだったね。でここで、はい、ガードレールじゃなくてガードルートですね、上に出てますね。これは多分生贄になるんで、生贄圏内ですね。はい、多分誰かが出てくる。まあ、その前にちょっとね、ナバルデンスを引きましょうと思ったら、お相手さんの生贄の方が早かったですね。このまま攻撃決まるかなと思ったら、ガードルード出てきましたね。で、こうなるとお相手さん MP ないと思うんで、はい、臨戦の方でダメージ与えたら、見事に決まりました。対戦ありがとうございました。といった感じでね、今回紫ユニット地味に臨戦もいるのでね、優秀、臨戦、重貫通、あと波及ですね、まあ、そこら辺に天空波で攻撃力と連撃つけていくと本当に強いといった感じのデッキですね。ということで、では最後の試合見ていきましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方は X の方ですね、よろしくお願いいたします。さあデッキの方なんですけど、まあいいでしょう。キラーボールをね展開できるスライドキャノンと、あとこのね3コスのアクションカード、命がけの報道ですね。スライドキャノンか命がけの報道で、まあ横展開していってナバルデンスですかね。でまあ洗脳もあるんで、なんか出てきたらまあ洗脳していきたい、まあ、もしくはね、強くなった敵をパッと奪いたい。で、お相手さんは、はい、ルチアーニガーランドを展開していきましたね。ちょっとこの、はい、ルチアーニの、あれはちょっとめんどくさいんで、ナバルデンスに目覚めさせていきました。で、お相手さんは、HP 上げていく。それはちょっと許さない。打ち消します。打ち消していきます。シールドはもうしょうがない、許しましょうっていうか、まあ打ち消せないんでもうしょうがないねといった感じですね。はい、でまあこのまま天空波で、そうですね、下のガーランドもシールド剥がれていきます。ただこのガーランドはまあ奪っていくか、もしくは新レジェンドカードのね、クワガタ、クワガタで消していきたいね。クワンガーか、はい、クワンガーでキラーボールにしていくのが、
まあ、いいかなと思っております。もう1ダメージ食らうとライフ柔軟でガーランドが強くなりますね。よし。ただここで終われてたライフアップの方をしていく。これではまだガーランドが動きませんね。でそこで出てきたのがティラノサウルス。ティラノサウルスはちょっと奪っていきましょう。奪ってね、できれば上に来てほしい。真ん中じゃなくて上に来てほしいです。はい、上に来ましたね。はい、これで5、3、10貫ずつ来ました。で打ち消します。もう一枚封印がないことを祈ります。大丈夫そうですね。でこのティラノサウルスがまあね、ダメージ与えて多分ガーランド目覚めてくるかな。目覚めというか解放ですね。解放していくかなと。で、はい、ここでクワンガー出していきます。で、お相手さん、はい、ガーランドがキラーボールになっていくと。で、ティラノサウルスもティラノサウルスでちゃんとね仕事しております。で、ここで出てくるのが X には、はい、天空波、これで倒せますね。よしよしよし。でもこのままティラノサウルスかクワンガーがとどめ入って終わりでしょう。はい、ということでクワンガーの方がとどめを刺して終わりですね。対戦ありがとうございました。といった感じでね、クワンガー、まあ、MP6 以下っていう条件があるんですけど、まあ、キラーボールにするのは結構ね優秀だと思います。ぜひ使ってみてください。クワンガーね活躍しますね。ということで最後はデッキの QR コード載せたいと思います。はい、ということで今回の QR コード載せておきます。デッキの QR コードですね。今回のね診断のデッキはだいたいキラーボールがねバンバン出てくるんで、まあ、そのキラーボールをどうやってまあ役立てるかということで、今回は紫は目覚めをねいっぱい出していく、目覚めの素材にするといった感じで強くなりました。で、まあ、攻めるために天空波を採用したといった感じのデッキですね。うん、結構強かったんで、ぜひ、まあ、使ってみてください。ということで高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。